ところを撮ります。乗り心地いかがですか。快適です。はい、行きましょうか。はい、行きますよ。レッツ、はい、ゴー。よこれね、あの軽車両なんで、はい、道路も走っていけるんですよ。あ、そうなんですか。一番街のメインストリート見えてきます。電線電線内が当たります。はい。すごい綺麗です。本当ですね。で、道も充実してます。全部石畳です。はい。でね、本当細かいんですけど。はい。電柱見えますかね。はい。ちょっとなんか普通の土がなって、あ、本当ですね。やっぱりね、あの明治時代とかその時代の建物も多いんで、はい、そういう木のデザインされた電柱を利用しています。はい、ここも面白いですよ。家の中に塗らない。あ、本当だ。へえ、本当だ。でこれそれね、なんか入りますか。はい、あのまだまだ川越っていうのは発展途上ですね。はい、めちゃくちゃ古い建物を作ります、うん、これね、両手の山屋さんといいまして、あー、ここですか。初期からちょっと覗けるかな、この方で庭がね、見えるんですけど、うん、実はですね、敷地約1000坪あるんですね。なんで、お庭を見ながら食事ができる場所。もともとは川越で豪商と言われた、はい、横田五郎兵衛さんという方の別荘でした、はい、その方、本当すごい方でして、はい、記録にも残ってます、うん、当時江戸時代の商人さんの番付があったんですけど、はい、関東における横綱がその横田五郎兵衛さんでした。その方が所有していたのが、はい、もともとの土地だったんですね、はい、なんであのホームページ見ていただくとその方の情報が出てきます、ね、はあ。作っていた、はい、あの商店街ですね。はい、今ではね、僕の方にレモネードなんて言ってないんですけど、あれ渋谷のお店です、はい、なんで、ちゃんと今と昔を融合されたバランスを取れた商店街、石畳で見ますと、こういうちょっとしたカラフルなガラス細工なんですけど、これで豆玉を、やっぱ雰囲気ありますね。そうですね。ありながら、はい、市役所お願いします。車輪なんで結構軽いです。ああ、そうなんですか。軽車輪だ。へえ、自転車とかと一緒みたいな。はあ。走っていえば、研修をするんで、はい、その研修クリアできれば、はい、やっぱちゃんとしてる会社が、はい、研修するんで、あ、2週間とか、1ヶ月とか、はい、結構ここ会社によります。はい、これ今でも車少ないですけど、人が多かったら大変ですよね。そうですよね。ずっと奥にいます。それいります。ああ。